永畑選手です。今日のホーム最終戦、大勢のサポーターの前でゴールを決めて勝利を届けることができましたね。いかがですか。まあ、そうですね、本当勝てたことが良かったです。たくさんサポーターにいいゲームが見せれたんじゃないかと思います。サポーターは J2 で戦う鹿児島を期待していると思います。いかがでしょうか。そうですね、まあね、今年は残念だったですけど、来年絶対上がれるようにまた頑張ります。永畑選手の力も必要になると思います。そうですね、まあとにかくみんなで頑張ります。来年もありがとうございました。